本当にお疲れ様です。先ほど第1回になるんですね、各党政府合同震災対策会議実務者会議が行われました。で、私どもの党からは私と笠谷さんが出席をしました。で、最初に藤井裕久補佐官から簡単なご挨拶があり、その中でこの間の若干の各政党から出た要望について、またご意見について貴重なご意見をありがとうございますと言った上で、特に私どもが提起していた選挙延期の自治体の関係で福島の中通りの問題については、地元の意向によって決めるということがあったということを最初に言っていきたいと思います。で、その上で、それぞれの主だった原子力、それから関係や、さらには物流の関係を中心とした報告がありました。その上で各党から意見を出すということになりました。各党の意見についてはそれぞれの党から聞いていただくことにして、最初に原発問題の議論がなされました。で、私ども日本共産党からは3つのことを言いました。1つは、モニタリングや水道水検査の体制、除染の体制、3つの体制を強化すべきであるということを提起しました。それから2つ目に、特にモニタリングの観測体制の強化、これは不安が募っている地域、主要なところにおいて一元的に公開すべきであると。それはこの観測体制というのはそれぞれの都道府県に一箇所と、大体県庁のところにあるみたいですね。で、そういったものをもう少し主要なところにおいて、都県で、一元的に、都県のところにおいてですね、一元的に公開すべきであるということを言ったと。それから3点目に、実はこの原爆事故に絡む、避難する方々が自治体、原発の、関係で、避難する方々が自治体単位で増えているという事態があります。それで私どもは20キロから30キロ範囲内で、全体としては自治体がそういう形で、移動をしてですね、危険を避けるさまざまな試みがやられている問題について、場所の確保と日常生活の支援体制、受け入れたところについては国の責任で救助法の適用によって援助すべきであるということを申し上げました。これに対して政府の側は、観測体制を強化するということと合わせて、今の避難地域のさまざまな自治体が行っている受け入れ問題について今本部で協議していこうとしているし、検討している最中だという回答がありました。で、次に物流の関係について議論が出まして、私どもとしてもこれまた3つ提案をさせていただきました。その1つは前々回にも提起したことですが、南相馬市の市長をはじめ20キロから避難地域に、原発との関係で避難をしている20キロから30キロの地域の方々に対する物流、つまり、危険地域だから入れないというような事態が実際起こっていて、わざわざそういう行政の方々が物を取りに行かなければならないという事態が克服されたのか是正されたのか、明確に報告いただきたいということを述べました。それから第2に、物流の基本というのは何といってもガソリンが中心だと、ガソリンの問題で現場に届いているのかどうなのかということが大事だということを申し上げました。そして3つ目には、今後さまざまな支援拠点のところに、支援物資が当然届くわけだけれども、その混在の仕分けの手立ては大丈夫かということについて申し述べました。それに対して、政府の側からは、例えば
ガソリンの体制についてですね、拠点ガソリンスタンドを決めて、東北6県で180箇所の拠点 SS を設定していると。でそこから先は、まあ、県の仕事だと、こうありましたんでね、まあ、冗談じゃないと。問題はですね、他の党からも意見がありましたけれども、問題は実際に必要なところにどう届いているかだということを申し上げたわけです。でそれは私ども資料は手にしているんですが、今、東北6県におけるガソリンスタンドの営業状況というのは、一昨日17日段階ですけれども、対象 SS は3900近くあって、そこの中に応答 SS はまあ1300ほどあると。で営業 SS が大体600近くあると。ところが、緊急車両のみの対応ガソリンスタンドが約400で、実際は一般の方々に、給油しての180ぐらいしかないと、こういう現実あるじゃないかと。だから問題は末端のところで手に入るかということが極めて大事なんだということを改めて、議論の中で申し上げました。そういう中で、副大臣の、東さんが政府として現場で必要なものが手に入るというところが目標だということを改めてそれは言明し、責任を持つということが言明されたと私は思います。その点が今日は極めて大事だったと考えています。遅くなれば、それで最後に、明日も明日も明後日も引き続いてこの実務者会議を行うということで、明日はいずれも原子力の問題、原発の問題については引き続き議題として報告し、今日出た疑問などについても答えるということと、もう一つ明日は電力の問題についてやりたいと。で明後日については避難所の問題についてやりたいと、まあ、いうことで、毎日2時から同じ場所でやりたいということが最後おまとめとしてありました。それからまあ生活支援対策本部っていうのができてますから、それ連絡方法を全部お知らせするということがあったということぐらいですかね。ですね。政府側の説明で、はい、今後まあ、原発に関して新たな対策をこの時点でこういうふうに打っていくんだみたいな、そういう新しい話、新しい話はないですよね。今やってると、現状報告を、だから、まあ要するに各1号機から6号機までの今の現実、例えば、電源を少しなんとか入るようになったと。だからその点での、一定の何号でしたっけ、そこの下ありましたよね、これですよね、今日はだから今日も5から3号機について水入れると放水するっていうのと、まあ、あとはだから当面は3号機4号機に全力入れるというような話が、まあ、ありましたけど、そのところですかね。まあ、電源をね確保する見込みが一つできたという話は外部電源をね、まあ、ありましたけど、あまりその新しい話はなかったですよね。ではよろしくお願いしますか。どうも、はいはい、昨日閣僚のポストを3つ増やすとかこう話あったと思うんですけど、昨日はまあ報道会議でしたけど、今日はその話はなかったですか。あれはですから岡田克也幹事長自身が国対レベルでこれは話し合いをしようということになってますから、週明けにそういった問題について、国対の話し合いをするんだと思いますが、はい、まあ、一部報道でこう自民党にも入閣要請するんだという話が出てますけども、そういう話題は今日はありませんでした。でこれは今すでにですね、今度の災害につきましてね、震災対策については政府と各党の合同会議という形で、一致協力をして進めるべきものは進めると、そしてまた
議会として正すべきものは正していくという立場を我々も取ってますし、そういう方向で今後進むんだろうと思っています。そういう形で努力したいと思っています。実際に NHK でも先ほどそこが流れましたように、その副総理兼その震災対策という形で谷垣さんに入閣要請電話で総理がしたというテロップが流れたんですけど、実際その官邸がそういう代表者会議とかその実務者会議を設ける一方で、そういう積極的とも取れる動きをすることについてはどのようにか、まあ、積極的動きなのかどうなのかについてはもう少しね、あのコメントはできるほど私のまだあの実態掴んでませんから。問題はまあ先ほど言いましたように、今の局面を打開する上で、各党と政府のそういう合同対策会議というものをすべからくうまく進めることだと考えています。それとまあ自民党の問題は自民党の問題での判断だと考えています。じゃあすいません、ありがとうございました。